佐世保姿勢だより、ガラッと佐世保。皆さんこんにちは、佐世保市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回は日本本土最西端の町、佐世保の絶景を楽しもうについてお送りします。さて市長、今回は小佐々地域の神崎花公園にやってきました。ここからは綺麗な海が一望できますね。そうでしょう、諸岡さん。この神崎花公園は平成26年にリニューアルして、芝生広場や潮だまりなどを備えた憩いの場となっています。ではこれからとっておきの場所に案内しましょう。ここがその場所です、はい、諸岡さん、私たちは今日本の本土で一番西の場所にいるんですよ。そうなんですね。ということは佐世保は日本本土最西端の町なんですね。本市には日本本土の北端にある北海道稚内市、東端の根室市、そして南端の鹿児島県南大隅町との4局で交流があります。そうなんですね。ところで市長、ここを訪れた時には何か記念になるものはあるんですか？神崎花公園を訪れた方にはこの4局踏破証明書を用意し、東西南北のそれぞれの町で発行するようになります。詳しくは久慈島漁協の西迫さんに聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。日本本土4局踏破証明書は4月にデザインをリニューアルして、市役所小佐々支所、九十九島漁協、小佐々地区公民館で発行しますので、神崎花を訪れた記念にしていただきたいと思います。皆さんにもぜひ4局踏破にチャレンジしてほしいですね。実は私も4箇所全て回ったことがあるんですよ。わあ、すごいですね市長。私も市長に負けないようにいつか4局踏破にチャレンジしたいですね。さあ、この他にも九十九島の景色が楽しめるスポットが便利になったんですよね。九十九島を望む船越展望所の整備も進めていて、4月からはより安全に便利に利用していただけるようになります。これから春を迎えますが、今ご紹介したポイントの他にもパールシーリゾートや九十九島動植物園などでこの季節だけの限定イベントがたくさん開催されますね。はい、春の佐世保も見どころが目白押しです。春の行楽シーズンにはぜひ佐世保を楽しんでください。皆さんのお越しをお待ちしてます。今月のキラッとさん、ウェルネスプロモーター小貫孝子さんです。こういうフィットネスクラブやヨガのスタジオでレッスンしたりですとか、あとは英会話の指導なんかをしています。一人でこちらに移住してきたんですけども、本当も自然も人も穏やかで、私自身がシーカヤックが大好きだったり山登りが大好きだったりするので、すごくこう生きやすいです。心が豊かになるようなメンタルヘルスのケアなんかもやっていきたいなというふうに思っています。今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から抽選でプレミアムロングロールケーキセットを2名様に差し上げます。必要事項と番組へのご感想をはがきか E メールに書いて、ご覧の宛先までご応募ください。お待ちしてます。